早っ。これ動画だから。な、動画かい。上原さん来ております。ご意見番が食べてみた韓国編。はい、お疲れ様でした。本場のマッコリどうですか。アルコールがなんかすごい低い感じがするんですけど、後から来るけど、くるくる、日本なんかもう飲んだ時に結構アルコールの感じがするけど、これアルコール感じがする。なんか本当酒粕のなんかアルコール臭すごいけど、こっちは生だから生マッコリめっちゃうまいっしょ。これは来るね。うん。ナイス。でかっ。すごいね。どうやって食べるの？お、これえぐい。はい。で、これをいただきます。いかがでしょう。何これ。何これ。ゼリーみたいな。プルプル？コラーゲンみたいな。すごい。うまこれ。めっちゃうまい。よかった、よかった、よかった。うん。あ、すっげえこれ。ご意見番、あっぱれいくつですかこれ。どれぐらい入れたらいい？ああ、ちょっとずつ入れた方がいいと。そうですね。これぐらいは？ああ、全然大丈夫。辛いのがちょっと苦手な上原です。はい。辛いのつけたところをちょっといただきます。どうですか？感想ないのか。なんだろう、本当に美味しいと。うん。美味しいと言えない。なんか。ああ、です。言葉にならない。そう。よかった。レポートできない。おしゃれよ。取材ちゃんとやってください。グー。あっぱれいくつですか。昨日7。うん。同じく流れ。おお、すごい。なんでマッコリ？いけた、いけた、はい。どうぞ。あ、中華うまい。うまいよ。仕事した後やから余計うまいよ。あっぱれいくつですか。これも7。一番最初に食べたのカニのやつ。カニじゃん。カンジャンケジャン。カンジャンケジャン。あれを8にグレードアップしてください。じゃあこれが7。これ7。寒い。ご意見番が食べてみた最終日、韓国編最終日。今日はデジカルです。違いますよ。昨日夜私食べ過ぎちゃって家に帰ってから3時まで寝れなくて、まあやっぱり夜は食べ過ぎちゃったな。美味い。かがですか。はい。やっぱりいくつですか。これも7だな。じゃあやっぱりカンジャケじゃナンバーワン。あれはもうちょっと勝てないよ。初韓国、うんま。幸せ。よろしくお願いします。はじめまして。あれです。よろしくお願いします。